熟したブドウは丁寧に収穫された後に徐行を行い破砕することでワイン用の果汁を作ります。これらの液に酵母を加えることで発酵が始まり、ブドウに含まれる糖分がアルコールに分解されます。貯蔵中に折り引きをして酵母菌やタンパク質、タンニンなどの混合物を取り除きます。さらにワインを透明にするため整腸剤を使用し、濁りの成分を沈殿させます。ワインはステンレスや樽などの容器で熟成されます。整腸化を行ったタンクや樽からワインを移動し、珪藻土ろ過を行います。珪藻土ろ過においては結晶性シリカが含まれてしまう可能性があります。そこで珪藻土ろ過の代わりに 3M 社製の新しいフィルターをご提案いたします。 3M 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジハイフローシリーズをご紹介いたします。大きな流量を流すことができ、フィルター交換が容易で、ろ過作業の負荷の低減が可能です。ワインの安定化処理において、冷却することで酒石酸塩の結晶化や沈殿が促進されます。また、タンパク質による濁りが発生することがあります。3M ゼータプラス吸着デプスフィルターカートリッジや、3M 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジハイフローシリーズを利用することで、これらのタンパク質の濁りや沈殿物を除去することができます。ワインの品質向上のため、安定剤を添加した後にワイン中の酸素濃度を下げ、二酸化炭素濃度を調整することもあります。液体中のガス濃度を調節できる 3M リキセル分離膜モジュールは、素早く正確に目的の酸素や二酸化炭素の濃度を調節することが可能です。インラインで行うため、今までの工程とは異なる新しいワインの製造方法をご提供いたします。 3M リキセル分離膜モジュールの前には、詰まりを防ぐためアブソリュート5マイクロメートル程度のろ過精度のフィルターを通液することをお勧めいたします。 3M 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジハイフローシリーズや、 3M ベータピュアポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NTT シリーズがおすすめです。瓶詰め前に酵母やバクテリアの無菌ろ過のため、最終処理としてメンブレンを使用したファイナルフィルターと、その詰まりを防ぐためのプレフィルターを使用することがあります。 3M では1から3マイクロメートル程度の精度バリエーションを持つ製品を取り揃えております。こちらは 3M ベータファインポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBG シリーズと、 3M ベータピュアポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NTT シリーズです。どちらもポリプロピレン製のメディアを持ちます。またナイロン製のメディアのメンブレン 3M ライフアッシュは、除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLA シリーズもございます。この段階のろ過は、ワインに残る微粒子やコロイド、タンパク質を除去し、ファイナルフィルターを守ることが目的です。ろ過の結果、ワインの安定性が上がり、微生物汚染を防ぐことができます。ファイナルフィルターは微生物や不純物を取り除き、瓶詰め後の品質劣化を防ぎます。 3M ライフアッシュは、除菌用 PES メンブレンフィルターカートリッジ DNA シリーズ、 3M ライフアッシュは除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BA シリーズ、 BLA シリーズなど、ポリエーテルスルホまたはナイロン製のプリーツメンブレンフィルターは、ファイナルフィルターとして微量の不純物まで除去します。そして最後に瓶詰めされ出荷となります。